おはようございます。2022年1月31日月曜日の朝です。今日の体重は 63.45 でした。体脂肪率は 36.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日は割と曇りですね。そして、わーわーわーって感じですね。実はですね、昨日夜の、夜中の3時半くらいまで仕事の作業ですね。作業をしてしまったんですよ。そして今日はもう朝無理やり起きるのはやめて、10時半に起きました。で、現在の気温はですね、マイナス9度で、なんか天気予報見たらですね、今朝方朝6時くらいかな、確か。マイナス23度まで下がったそうです。うおー、ちょっと外出てみたかった気もしますけどね。マイナス20度超えの外。今もマイナス9度なので、それにしても寒いですけどね。すごいギュッと、空気がギュッとしてます。で、全然風がないんですけど、なんかすごいでも澄んだ空気って感じはすごいしますね。で、今日ですね、もう今朝ごはん食べないで、そしてこれからですね、外でまたなんか仕事があるんですよ。行かなきゃいけないんですよ、仕事で。なので、外でご飯ちょっと済ませようと思いますので、この後顔洗って出かけるようにします。今ですね、11時、もうちょっとで30分になるんですけど、全然気温上がんないですね。今マイナス、まだ8度です。なんかでももっと寒いような気もしますけどね。これからじゃあ車でですね、千歳市っていうところにですね、ちょっとお仕事とあと朝昼兼用ご飯を済ませに行こうと思います。めちゃめちゃお腹すいた。そしてですね、今また雪降ってきましたね。サラッサラのやつ。なんか、雪を店に来ようと思ったら珍しい鳥がいた。なんだろうこれ、なんて鳥だろう。これしか寄れないけど、なんだろう、結構大きいですよ。頭がちょっと茶色くて、体がちょっとグレーで、うわ、大きいな。なんだろうあの鳥。知ってる方いたら教えてください。かわいい。じゃあちょっと私は行ってきたいと思います。弥生県で食べることにしました。っていうかすごい雪、こっち。寒い。今日の朝昼兼用ご飯はナス味噌サバ定食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあこれからですね、お仕事行きます。行ってきます。今ですね、仕事終わりまして、ちょっと恵庭の道の駅の野菜屋さんに買い物に来ました。で、お野菜買った後ですね、ちょっとスタバがあるので、スタバでちょっと休憩してから帰ろうと思います。アーモンドミルクラテ飲みます。このスターバックス福袋2022年のやつ、私珍しくですね当たったので、このドリンクチケットを使って頼みました。あと2枚しかないですね。で、本当はですね、見えるかな、甘いやつ、生チョコのなんか今出てるんですよね。それを本当は飲みたいなって思ったんですけども、ちょっと最近ですね、食べ物がいまいちちょっとあんまりよろしくない、気をつけてないって感じなので、今日はいつものアーモンドミルクラテにしておきました。飲みます。お家帰ってきました。なんかこっちはそんなに雪降ってないですね。あっちの今日行ってきた恵庭とかの方は結構な雪だったんですけど、全然あんまりだったですね。あんまりだったですねってこっちはそうでもないですね。よいしょ。これからですね、ちょっと天気いいし風ないので1時間くらい本気のウォーキングをしてこようかなって思います。で、今マイナス10度なんですよね。日中もずっと寒かったみたいですね、今日は。ただ雪は全然そんなに降ってたけど積もってない感じですね。うわー、でも寒いけどこのちょっと締まった空気が割と嫌いじゃないんですよね。ギュッとしてて。なのでちょっとですね、お散歩に行ってきたいと思います。今日もですね、ちょっとジブリトンネル、私の勝手な通称ジブリトンネルの方から線路の向こう側の方まで歩いていきたいなって思います。で、なんか前にコメント、結構前かな、コメントで質問をいただいてたんですけど、雪道転ばないですかって前ご質問もらったんですよね。で今年もう1回転んでます。で、なんか雪国の方結構わかるかもしれないんですけど、普通の道路で転ぶっていうよりはですね、なんか除雪車とかが入って道をこう平らに削っていくんですよね。ガーってすんごい重たい重機で、その削ったところがつるんつるん、ほんとスケートリンクみたいに平らでつるつるになってるんですよ。そこがちょうど坂道だったんですね。それでその上にうっすら雪が積もってて、そこに足チュルーンって転びました。そんな時に限って、安平町ほとんど歩いてても誰にも会わないのに、そんな日に限ってなんかご年配の方 5,6 人の人たちがちょうどなんか歩いてて、おいちゃんとしっかり歩けよみたいなことを言われて大丈夫かいとか言われましたけどうん、でも転びますよ。年間に私の場合は 1,2 回は転びますね。転ばない年もあると思うんですけど、だいたい 1,2 回は転びますそしてちょっと逆光ですけどね、私のお気に入りのかわいいジブリトンネルに入って向こう側に行きたいと思います。なんかここ本当に怖いって思う人もいるかもしれないですけどね、私の場合は最初怖かったんですよ。一番最初ドキッとしたんですけど、ここくぐるのだけどですね、慣れちゃうとですね、ほんと可愛くてここ通るとちょっと気持ちが上がります。はい、そしてこう抜けるとですね、広がっているんですよ。こうやってこんな感じで、これが気持ちいいですよね。そう、それでこの上ですね、この上が線路です。あ、この辺だと分かりやすくな、これ電線じゃないけど線路なんですよね。この上の方が見えないけどこんなところですね。よし、じゃあまたこのまんま歩きますね。今でだいたい20分くらい歩いてるかな。まあまだ歩きたいと思います。この道はですね、夏場とか結構自転車でサイクリングに来てた道なんですけど、まさかここが歩道がですね、ちゃんと除雪されてると思わなかったんですよね。で、この間もですね、それにちょっとびっくりしてそのままこちらの方にウォーキングしに来たんですけど、もうちょっと先に行くとですね、右に曲がる道があって、そこから安平山の方に行くことができます。今日は安平山の方は行かないで、そのままぐるーっとですね、ぐるーっと回って帰ろうと思ってるんですけど、今でだいたい20分くらい、20分25分くらいかな、歩いたんですけど、まあだいたい20分くらい歩き出すと背中にじんわり汗かいてくるのを感じますね。そう、でもあんまりですね、汗かきすぎると今度ちょっとですね、例えば下り坂で負荷がかからなくなった時にですね、汗が冷えて寒くなってくるんですよ。だから中はあんまり厚着してこなかったです。いつもの通りヒートテックとトレーナーだけそんな感じで歩きます。まだもうちょっとあと40分くらいはぶっちり歩きたいと思います。あ、なんかちょっと可愛い何かしらの芸術作品を見ましたよ。子供が作ったのかな、ちっちゃい鎌倉、かわいい、なんかかわいい。そういえばですね、さっき時が朝方見かけた結構大きめの鳥なんですけど、ちょっと自分なりに調べたらですね、いや多分なんですけどミヤマカケスっていうカケスっぽいです。頭茶色くてちょっと体がグレーっていうか、なんかちょっと綺麗な感じの色してたんですよね。いやー、なんかもうちょっとなんか望遠鏡みたいなくらいこのスマホがですね、ズームできればいいんですけどね、なかなかズームが効かなくて、もう皆さんに見せたかったんですよね。すごいあーと思ってでも残念ながらちょっと見づらいかな、ちっちゃくて。もうちょっと大きく撮れたらいいなって思うんですけどね。でも今ここ歩いててもですね、すごい鳥がずーっといろんなの鳴いてますね。シマエナガちゃんにはまだ会えてないんですけど、なんとかして今年中、今シーズン中に一回会いたいな。だって可愛いですもんね。今日は曇っててあんまり空が綺麗じゃないんですけど、雲のこう下の方は結構ですね青くてですね、なんか向こうの方にもなんか山脈が見えるんですよね、綺麗に。あ、気持ちいいですね。やっぱりウォーキングはいつも夏の間はですね、結構ですね、ここサイクリングで通る道なんですよ。気持ちよくて、両側が畑っていうすごく綺麗なところですね。はあ、よし、まだ結構汗かいてますよもう30分以上は歩いてるんですけど、結構汗かいてます。ここからそろそろですね、家の方に折り返し地点って感じで戻ってきたいと思います。お家無事に到着しました。あ、暑いって感じです。結局今さっき万歩計見たら8500歩くらい歩けましたね。結構背中汗かいてます。あ、冷える前に中に入ろうと思います。アーモンドチョコレートカカオ 73%3 つ食べます。今日の夜ご飯です。今日はホッケ、あとはこの間残したすき焼きをちょっと取っといたのがあったので、それといろいろサラダ、玉ねぎスライス、煮小豆、ミニトマト、小松菜のおひたし、ぬか漬け、かぶのぬか漬け、あとは昨日作ったホタテの豆乳シチューに、ブロッコリーのっけ。ここの中には人参、玉ねぎ、じゃがいも、ヤーコン、あとホタテが入ってます。あとは玄米、白米、もち麦、金時豆、黒米、キヌアご飯です。はい、ということで今日も一日が終わりました。わあ、もう今日はですね、ずっと終始眠たい一日になってしまいましたね。夜中、昨日3時くらいかな、までちょっといろいろ作業してましてですね、その後、起きたの一応9時半くらいには目が覚めてて、10時くらいに起き上がったって感じだったんですけども、その間意外と寝てるんですよね。6時間7時間くらいなんですけども、それでもやっぱり寝る時間が遅いとですね、朝すっきりしてなくて眠い感じですね。で、今日はその後すぐですねお仕事行きまして、で帰ってきてからですね、なんかこのままこのままですね家にいても、多分家の中で運動私絶対できないなって思っちゃったんですよ。なのでですね、もうなんかもう体ちょっと家でおこたとかに入って温まる前に先にウォーキングだけでも行っちゃおうと思ってですね、それですぐ着替えて出かけて、頑張って1時間15分くらいかな、結局歩いてきました。マイナス10度の中ですねでもなんかもうマイナス10度とか、まあマイナス5度とか7度とかですね、結構何回かウォーキング行ってますけど、もう結構慣れましたね。逆になんか空気がぎゅっと締まってて、景色も綺麗に見えますし、空気も澄んでて、逆にちょっと気持ちいいなって感じするくらいですね。もう慣れちゃいましたし、好きになっちゃいました。それで、そのウォーキングなんですけど、1時間15分くらい歩いて、8500歩くらい歩けてましたね。なので今日は十分有酸素運動できたかなって思います。やっぱりですね、本当背中20分くらい経つと背中にじんわり汗かき出してですね、出しとこう歩いてると結構心拍数も上がって、いい運動にはなるなーっていつも思ってます。冬なので、夏で1時間半歩いたらもう玉の汗が吹き出るくらいですね。すごい暑いんですけれども、でも冬で汗は顔から吹き出るということは全くありませんが、でもそこそこ体の中では燃えてるんだなーっていうのがすごい感じれるのでですね。なんか私は結構ウォーキングが好きで、今後も取り入れていきたいなって思ってます。で、今日ご飯も致し方ないですね。朝昼兼用で外で食べまして、夜一応もうずっとですね、お魚、ホッケ解凍しておいて、もう火通さないとダメになっちゃうなと思ったんで、一応焼き魚にしといたんですよ。昨日だったかな。でもまたそこで食べる機会を失ってしまい、今日やっと食べることができたので、なんとなく心がすっきりしてます。残さず食べれてよかったなって思ってます。で、明日からもですね、できるだけまた自分で作ってご飯食べていきたいと思ってますね。もうほんと最近ですね、外食、続いちゃったりとか、いろいろ食べちゃったりっていうのがあってですね、もう健康的なご飯作ろう心がけようって思ってるんですけど、なかなかできてない自分にがっかりしてるところなんですよ。なのでですね、あんまり自分を責めすぎるとですね、なんか心が折れちゃいそうになるのでですねなのでできる範囲でですね、またこれからもですねやっていこうかなって思ってます。はい、そんな感じで今日はこれぐらいにしておきたいと思います。もうなんかちょっとですね、声に張りがないですね。もう今日はもうほんと早めに寝ちゃいたいと思います。また明日もですね、明日も多分うちの中で頑張って運動できるようにしようかなと思ってます。はい、そんな感じでまた話長くなっちゃうので、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。